思って余計な巨人テン使用プレしなてなんんか、で、わかんない一人本は、間違って負ける、じゃあ負けわかがる人は心理学道しかゲーさんムはにな、なっちゃうっていう。娘らがやらなくていいことやって負けるっていう。時短しろは聞いたかもしんないけど、さすがに。まあ、それ以外のルールとしては、時短しろっていう、まあ、配送にするかどうか僕決めるんで、勝手にボタンを押さないことですね。まあ、それね、オカミでやらないよね。まあ、あと、メーターとか禁止ね。結果の後にびっくりマークとかつけるのなしで、あとギフトも禁止で。じゃあ、始めまーす。まあ、多分3番あたりは真面目に。あ、8番でも役職多分ルール説明できる人だけど、いきなり新たに入った人にマスター任せるよりはと思って、真面目そうな人に選んだわ。あなたの役職は、騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。でも村さん認証の強靭アピールもあったわ。結果知って村だったのかいっていうので。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番。のプレイヤーが発言します。はい、4番です。占い仕様です。ランダム3番さん資料把握お願いします。そうですね、進行論とか特にあれなんですけども、一応役職についてかな。まあ、西洋場面になったら、騎士さんに関しては、基本潜伏でいてください。まあ、スイッチに上がったら出てくればいいかなというところですね。まあ、あと、ムラリのあるスラであれば全然僕は受け付けるので、裏切りのある行動を皆さんしてほしいかなと思っております。はい。グレー精査もしっかりとしていくんですけども、基本単体精査になってくると思うんで、はい。2日目以降ライン精査できるようであれば、していきますというところかな。まあそうですね。SG 値釣るというよりは、しっかりと人狼を見つけて人狼を釣っていきたいと思っておりますので、そうですね。SG 値に人狼がいるようなであれば、そうですけども。まあ、SG 値が村人だと思ったら釣りたくないと思っております。以上です。5番のプレイヤーが発言します。俺率直に4番さん死んだったら嫌だなって思っちゃったんだけど。村人のあるスライドってじゃあ何ですかっていう感じで、じゃあ占い一覚させましたって言ったって、それで平和村になって、じゃあスライドした人をどう見んの？それって本当に SG 値になっちゃうし、その人よりも別のところするってこと？それって普通に人狼に利用されませんか？ 4 番三振だったら。本当に大丈夫ですかって思っちゃいました。はい。ですね。進行論。例の釣り切りますくらいしか言えんかな。ぐらいか。ごめん。そんぐらいだ。今思うのって。4番さんに対して本当にそう思いました。うん。はい、回します。6番のプレイヤーが発言します。はい、占い師8番白。霊能は1日目に絶対出ることを騎士に関しては任せます。で、対抗4番に関しては狂人か狼か発言上では分からんが、まあ、4番狼だったら5番が狼がちょっと見にくいかなと現状では思ってます。まあ、現状ではね。まあ、5番の4番に対する叩いたっていう要素だけではなく、4番が死んだったら嫌だなっていう、その、なんだろう、感情の乗せ方が嘘っぽくないと思ってるから、まあ5番は率直に4番の真偽が分かっていない感じがするかなと、率直に思ったかな。だから4号ローローはないし、では3号ローロー4強、あ、3号ローロー4強人はなんかゼロじゃないかもしれないけど、まあでも4号ローローじゃなさそうだなって思いました。はい。まあでも2週目以降の発言で精査が変わるかもしれません。はい、8勝。7番のプレイヤーが発言します。霊媒です。霊媒です。まあなんか、4番、6番の審議に関しては2周目のグレス系とかでいいかなと思ってます。6番結構、なんだろう、視点早いっていうか、そういう考察できるんだって、なんか単純に、なんかすごいなって思いましたね。ただ、これは別にまあ、人外でそういうふうになんか、構成組み立てて文脈化してるみたいな感じのパターンもありるんで、まあ2周目以降ちゃんと聞いていこうかなって思ってますかね。はい。基本的に村人はちゃんと思考としてください。おかしいおかしいで叩くだけじゃなくて、そこがね、例えば人外要素足りるとか、村要素足りる、そこら辺まで伸ばしてください。じゃないと、単なる色塗りゲーになっちゃうから。そうした場合って発言弱い人ひたすら負けゲーになるからね。
はい、お願いします。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営特に死はありません。まあ4、6どっちも今んとこ新目に見れてなくて、4に関しては俺はどちらかというと強靭かなって思ってたんだけど、その発言が6番から出てこないから6番とは目線が違うなとは思う。4ってスライドの話したりとか、まあ3に白打ってたりとかする人物でしょ。うん、4番ってね。うん、だからまあ強靭で、まあ狼囲えたらいいかなって思って出してる白先なのかなっていうふうにも思ってて、うん、自身がそういう発言してるからスライドもできる人なのかなって思ってるから、4って結構強靭め高いのかなって俺は思ってたけど、でその場合、3、5って否定されるんじゃないって思ったけどね。その辺まで6番さん思考として欲しかったなって思ったかな。まあ現状だからまだどちらも新目には見れてないし、審議もついてないけれども、その辺ぐらいは。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ SG1 の村人は残して白露を釣りたいですよ。うん、あ、要約しますよ。村を残して狼釣るってことです。まあ、あの勘違いしてる人が多いんで、もう見ますよ。 SG の村は残しますよ。 SG の人狼は釣りたいですよ。うん、そういう努力をするってことでですね。あと、薬すかしはいらないです。本当に。あと、柱は黒いですよ。なんだっけ、あと。すら全般って全く持っていらないんで。あ、46がすらして霊能すらしたらもう釣りますよ。死んだろうが知ったこっちゃないです。私にとってね、迷惑なプレイです。濁るだけの、何の役にも立たないプレイなんで、もう7の新決め打つくらいのレベルでもう私もう絶対釣りますよ。感情で釣りますよ。うん、まあ、5番はすこぶる印象が悪いんだけど、うん。霊能決め打ってあげたらいいんじゃないかなと思う。できれば。まあ、しょうがない、もうしょうがなくて、釣り切るって感じだと思うんだけど。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占いです。占いです。2番さん、白です。はい、お願いします。そうですね。まあ、対抗に関しては、4番強靭、6番狼でとりあえず見ようかなって感じですかね。4番さんは出方的に、ポーンって気軽に出てるところが強靭っぽいなぐらいのニュアンスです。6番さんに関しては、白黒見えてるのかなっていうぐらいの、もう完全に邪推ですけどね。逆転だったらすみません。まあ、村役すらに関しては特に懸念はしません。で、現状として3枚なんで、霊能だけは出てもらって、で、あとは狩りは先いいじゃないですかね。で、現状グレーに関してなんですけど、5番さんと8番さんは4番さんを落としたなっていう感覚ですね。5番さんと8番さんは4番さん下げたなって感覚ですね。まあ、9番さんもぶったたいてましたけど、9番さんは4番さん役すらっていうところをフロントに置いてて、ちょっと2番のプレイヤーが発言します。何なんだろうな。私はスラジーでした。まあ、4に関してはそうだな、まあ、これは5番とも同じで、あまり、死んで見たくないっていう現状ですかね。その、なんか、占い師でスライドを、了承する人があんまり死んぽく見えないっていうのが感情ですね。うん。思ったんですけど、結構4番強靭っていう目線はあるんですけど、いや、全然4番狼もあるかなと思ったんで、あ、まあ、1番も出てきて、この盤面に。かなんですけど、だからそこがあんまり、だから8番の視点とはあんまり合わないなって思ってはいます。そうやな。まあ、9番に関しては、その SG の村人と狼を見極めるコツっていうのをちょっと教えてほしいかなと思ってます。わかんないんで、僕は。あ、ごめん、もっと言いたいことあったけど、時間ねえや。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営でした。まあ、占いさん仕様ということなんですけど、まあ、わかんないですね。これは盤面次第だから。まあ、普通に潜伏霊媒がいるのか、まあ、薬すらがあるのかわからないから、まあ、何も言えないんだけど、僕からは。まあ、仮にこのまま占いさん仕様が、まあ、放置されるんだったら、まあ、6番以外から釣りたいな、ぐらいですかね。まあ、4番、6番、1番単体だったら、まあ、6の精査が一番俺はいいな、って今思ってます。はい。5番が4番の中身が見えていないような精査をしているから、4号狼は否定できるけど、3号だったらギリ成立するみたいな。だから6番の視点が一番僕は新っぽいなと思ってるんで、
まあ、このまま3仕様が保持されるんだったら、まあ、1番か4番から釣り入れようかなって感じですかね。そんなもんかな。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、すいませんでしたね。まあ、特に9番さん申し訳なかったというところかな。そうですね。まあ、すらして、本当は平和ブロック作りたかったんですけれども、っていうところなので、謝ってるやつは、ね、ちょっとやってることが無駄になかったですね。本当に申し訳ないっていう感じです、ね。謝ってないやつはもう、ね、もう、もう、するけど。そんな謝る気持ちも、現状で言うと僕も6番さんの方が新目があるかなと思いますね。謝ってる分だけ、まあ、考えてもいいけど。はい、こっちみちは俺入れないから。そうだなあ、でも俺、騎士なんだよね、今日。太鼓の7番さんに関しては、大体高確率で噛まれんだよね。強靭目が高いのかなっていうふうに感じる。騎士なんだよね。かな。で、そうですね。変なところに投票するのはね。まあ、潜伏した理由としては、本当平和村を作りたかったというだけなんですけれども、すいません、本当無駄のない行動でしたという、謝ることしかできないかなっていうところですね。はい。ちょっと追加します。で、グレセサーなんですけれども、3番さん、そうだね。3番さん、ちょっと片白状態だったから、うん、っていう発言だったのかな。まあ、ちょっとあぐらかいというように感じてしまったかなっていう。で、5番さんは、まあ、すごいしっかりとしてた。僕も、その、僕がスラするからスラ発言をしてたので、っていうところで、まあ、5番さんはしっかりと発言してたので、白っぽく感じたというところですね。まあ、9番さんも白っぽく感じたので、はい。うん、号泣は釣りたくないなというふうに感じております、はい、5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。うん、うん、スライドね。ごめん、把握漏れしちゃったんだけどさ、6番さんの白、でもチャット禁止か。6番さんの白付き忘れちゃったんだよね。1番さんは2番さんに白でしょう。そうしたら、とりあえず俺は例の、ごめん、あ、チャット禁止だったのに申し訳ない。うん。8番さんの精査っていうのが、何 ?6 番さんのことに対して、うん。はいはいはい。いやー、伸びねえな、これ。いや、とりあえず、霊能釣り切りへ行きたいとは思っております、僕は。やっぱり、9番さんとは違うかな。うん。やっぱり、決め打ちはできない。うん。決め打って、例えば、この盤面だから、4-7どっちかローっていう可能性もあるし、うん。必ずしもそう言えない、ん?違う、絶対強が出てるっていう。風な根拠とかもないんで、自分は釣り切りますね。4-7。はい。うん、そうだね。仮に4-7で、ローとか、どっちか黒結果落ちたときって、9番さんめっちゃ白くなるんじゃないかなって思ってる。うん。時間は理由ない、理由は時間ないんで次言いますね。6番のプレイヤーが発言します。はい。あ、2周目から結果 OK って、だと思ったんで書いたんですけど、ごめんなさい。ルール違反だったらごめんなさい。で、4-7なんだけど、俺1周目には言語化しなかったんだけど、4番ってなんか進行論でさ、騎士に関しては言及するんだけど、霊能に関して一切言及しなかったから、4霊能すらもあるかなって思いながら聞いてたんだよね。まあ、これ言語化しなかったんだけど。まあだけど、まあ4番のスケールの9の白ってどっから拾ったんかなって率直に思うから、まあわかんない。7番の発言聞かないとって思った。ただ、まあ、4番にはなんか霊能ね、面影を感じてたなと思ってて。まあ例えば、まあなんか、基本的に新郎新郷盤面だと思ってるから、1郎で4-7に新郷新郷だと思ってるのに、新郷新郎って弱いと思ってるから、ってなった時に、例えば、まあ、3がローだった場合って、まあ、4から囲われた状態で1があんまり出る意味がなく、かつ3信用盤面で、1、3ローローで6の信用素って拾った場合って、絶対偽物の誰かが釣られる進行になるから、まあ、なんだろう、3の進行の提案が、まあ、現状村っぽくはやっぱり見えるのと、まあ、盤面上若干白要素があるっていう要素があって、かつ、まあ、2番に関しては、その、
4に関しての共論精査で強靭だと言い放った発に関して疑念感があるっていうスケールと、まあ、言論で別に怪しいところがないと思っているから、現状は5級かなと思っちゃってるんだよね。9番に関しては5の黒根拠が進行論っていうのがまあ曖昧だったと思ってるのと、まあ、5に関しては7番のプレイヤーが発言します。うん、6のスケール合います。3番の白要素っていうのは盤面的な白要素、4番が3白囲っており、この 2-2 盤面になっている。仮に3番が狼だった場合って、この盤面って形成されていないと思うから、そういった理由から3番が白で弾ける。かつ発言に関しても3番ってスラを懸念してたんですよね。例えば4番が3番に囲われている状況下でスラを懸念する必要がほぼほぼないと思っているから、3番に関しては発言プラス盤面で主確定白を受けると思っておりますよ。あと6番が4番に関して例の、まあ、6番真だと思ってるから、この要素だけおかしいと思っているんだけど、4番が例の話をしなかったって、多分僕は4番がな、色は分かってないんですが、4番が結構強靭の路線が高いと思ってます。それはなぜかっていうと、基本的に占い師が進路で出る過程があり、4番強靭視点で4番占い師出た場合って、強靭が、例ので出るパターンがないじゃないですか。だから、例のが出ない。だからそこの話をしてないっていう4番強靭層だと思ってますよ。かつ4番の、スケール聞けば偽を決め打てるレベルだと、気づかなかったですかね、6番さんぐらいの考察してたら。4番って9番に対しての白要素を取り、かつ5番に対して白要素を取っていた。で、3番が盤面白でしょ。で、6番を芯で見ているっていう風なところで置いたときって、8番がオートで白。そうした場合って2番でしかないんですよ。だから4番視点で2番に対して全く視点が伸びてない様子が、4番めちゃくちゃ偽ですよ。はい。まあ、これ言えば結構決め打てるレベルかなと思ってますが、どうでしょうか。はい。まあ、グレーに関しては2周目かな。だから6番が号泣っていうようなスケールを上げてるのは別に悪くないと思ってるかな。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。もう7番さんに縄かけなくていいと思ってるけどな。もう4番のなんか強靭要素と、あとスライドで霊能に降りてるところからほぼほぼ強靭だと思ってるんだけどね。ありえないのが、4ローで見る目線はまずありえないと思ってるんだ、5番さんっていうのは言っとくね。ここにローがいたらっていうのはないと思うよ。3仕様で1番が出てきた状況下で4番が下がってるわけでしょ。強靭が1で出てきて、仮に1、6にいて、で、ローでわざわざ下がるかっていうところもあるよね。それって下手したらスライドで重なっちゃう可能性もあるわけだから。だから4番って、あって強靭だと思うんだけどな。まあ、この47の精査を俺が間違ってたら、それはもうごめんなさいなんだけど、だからまあ、今日は4に縄かけて、で、明日、まあ、7残す、残さないはミーで決めたらいいとは思うけれども、現状俺はもう7決め打ちでいいかなと思っている。で、ただスケール自体で考えるなら、ちょっと9番の色はまだ見えてないけれども、5番に関しては6、7番さんと同意する部分もある。あと、やっぱりその、霊能に苦労が出たら、云々の話はちょっと怪しいなと思っている。ただやっぱり2番さんが俺は一番気になってて、ちょっと発言内容全部追っかけられないから、明日また生きてたら話すけど、俺はクロス占いした方がいいんじゃないかなって思うレベルで2番さんはちょっと怪しんでいる。俺は。9番のプレイヤーが発言します。じゃあ、7番釣ればいいんじゃないですか。7番釣ればいいんじゃないですか。4番決め打ちでいいんじゃないですか。やってみればいいじゃないですか。レースラってどれだけ村に迷惑をかける行為なのか、何の意味もない行為なのか、平和村を作る、全く意味のない行為。平和村なんて逆に難しいんだから。最高が出てる 2-2 番面が最高なんだから。やる必要がないプレイってことがわかるんだから、4番決め打ちでいいでしょ。なんかスラスラスラする言ってたんだから。なんだってまともなこと言ってんでしょ。じゃあ陣内じゃ。で、7番釣りますよ。もう7番はロラします。もう君たちが7番釣らないんだったら、もう4番進行でいいでしょ。やってみましょうよ。スラする人間ってどれだけね、チームに何の意味もないかってことを試せばいいんだよ。8番も怪しいしね。3番みたいに6がパッと見、村に見えるんだけど、なんか6、8でもあるのかなって思うし。2番もそうだけどね。6番も2番を占わないんだって。そっちの方が村にとってでかいような気もするし、3番も怪しいと思うよ。1、3で。6番に超押すり寄ってるかもしれないよ。わかんないよ。もう俺は。まあいいんじゃない？もう7で。で、4番がもう、スラしても4番新進行でいいんじゃない？もう。いいと思うわ。こうやってね、スラするとどれだけ村に迷惑をかけるかっていう意味で、
うん。もうね、スラスルプレイヤーはいなくなってほしい。けど、まあいいんじゃない？もう今日は。7はもう新規って。4の決め打ちで。スラスルプレイヤーがいたら、どれだけ村に迷惑をかけるかっていう実験をしてみたいしね。うん。いやー、もういっぱい狼がいて、まあわかりません。まあ、まあね、8も2も3も5も怪しいと思ってますね。もう困ってます。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい、盤面もろもろ把握しました。9番さんのその怒りはすらから起因なのか、それとも8番さんが、4つって7決め打つって言ったところが起因なのかがちょっとわかんないですね。8番さんの決め打つっていう言ったところはすごく違和感あって、4番強靭でしかないっていうところ、厚く論かますぐらいだったら4番継ぐ必要がなくて、正直グレーの黒を詰めた方が全然効率的なんですよ。4、7置いとけじゃん、7新決め打ちなんだったらって。俺も7番さんの方が新っぽく見えるけど、決め打つ必要はないなと思ってて、で、正直4、7新強に見えてるから、6番さん狼に見えてるから、いや、グレー詰めようぜって話で、でそこでレイロレレイロラ、なんなら、片方決め打ちっていうリスクだけ背負う5、8は村に見えません。9番さんのその怒りというか、いやもういいんじゃねっていう発想が、4番に対してだけだったら9番も怪しいけど、8番さんのその発言も助長してるんだったら、9番さん村で置いていいんじゃねとは思いました。俺今日正直8番さんが片白ついてるから村目線みんな釣れねえと思ってるんだけど、俺そういう意味だったら5番さんついていいかなと思いました。3番さんに関しては正直狼もある位置だと思ってて、その白入ってるからなんちゃらスラ懸念してるからっていうのは表面上だけであって、実際狼でやれないムーブだとも思っておりません。占い先としてはベストかな、丸いかなと思ってるけど、そこだけ落としておきます。以上、俺は今日5行きたいです。5行きたいですか？俺5行きます。賛同してくれる方、グレ釣り賛同してくれる方、安直にいろいろ走った5行きましょう。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあそうですね。1が、まあここでちょっと5を押すっていうのが、結構進路も、あんのかなっていうちょっと状況にも見えてきました。8に関してはまあ僕のおかしいと思ったところ多分俺がスケール合わないって言っただけなんで多分そこは進行の違いだけだと思うんでなんかそれ以外でなんか変に黒塗りしたらちょっとと思っちゃうんですけど5に関してはどうだな釣り切りって発言を落とすのであれば石目飛行開示するのであればどうせ釣り切るんだからもっと他に精査の時間を費やしてもよかったのかなと思ってますね。9は1周目と2周目でやってることぐちゃぐちゃなんで、ちょっと精査が難しいってとこですね。しかも全員怪しいって言ってんで、グレーっていうか普通に片白含めて。まあ、ちょっとよくわかんないですね。まあ3に関しては、まあでも3番でも結構俺的には3番って、最後まとめた感じには見えたかなっていう印象ですかね。はい。そうだな。今日、ツールとしたら、今日4から落としますけど、一番その発言から、ちょっとそういう、感じもちょっと終えるのかなって思っちゃいました。はい。今日4番釣りますね。はい。16に関しては、若干1番がその発言をしたから、ちょっとどうなんかなっていうのは思ってます。出します。3番のプレイヤーが発言します。まあ、直近2番さんが進路を追ったのは結構僕と目線が近いなって感じですかね。いや、俺が見えたのが1番と4番の狼、進路の強靭が9番とか結構あるかなと思ったんですよ。まあ、霊媒単体で言ったら4番の方が偽っぽいから、まあ、状況的にも発言的にもね、結構1周目占い3仕様で、まあ、4番が偽っぽいっていう議論がなされていたから、まあ、4番が人外で単純にすらしたように見えるし、まあ、発言においても弁明プラス、まあ、4番が白って僕の精査しか及んでいないから、まあ、単純に4番が偽っぽいなって思ってます。4番、7番だったら。で、1番の5番釣り押し理由と、あと8番が怪しい理由があんまりわかんない。まあ、1番、2番で唯一正しいのは、まあ、8番が4強靭で決め打つんだったら、グレー詰めが強いっていうのは、そらその通りなんだよね。でもだからこそ俺は8が人間かなと思ってるんだよ。だって8が狼だったら、じゃあグレー詰め提案すればよくない？その論だったら。確かに進行上正しいのは、4の強振決め打つんだったらグレー攻め強いよ。そりゃそうなんだけど、だからこそじゃあ8が狼だったらグレー攻め提案できるんだよ。8が囲えてる陣外だったらね。
だから俺8は人間かなと思ってるんですよ。だから1番と視点が合わないし、1は8を人外視しているにもかかわらず5番を釣るっていう進行ね。1目線5番の騎士とかってケアしないんですか？なんかほぼ聞いてなかったけど5番騎士ですかみたいな。まあだから単純に1、4の進路進路とかに見えましたけど、なんか霊媒に縄かけたくない1番の思考的に。で、まあ強陣地は9ぐらいしかいないかなと思ったんですけど。まあ全プレイヤーの発言が若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。そうですね、進路進路はあると思いますね。占い師だったらやっぱ1番さんがサイクロだと思いますね、うん、6番さんより1番さんの方が怪しいかなというところ、うん、で僕で黒落ちないんで、まあ、7番さんまでしっかり行って占いの精査もしっかりとしてもらいたいかなというグレーの中で怪しいところってなんかどっかありますって感じかな。投票行動で見るんですかっていう感じですけど、これは一応1位って新芽が落ちてるからかなり、あ、そうだね。もし7番さんが6が噛まれた時にダメージがマジででかすぎるんで、6守り入れるかなとちょっと思いましたけどね。2番さんが1番さんの発言に対して、うん、悪いけどグッジョブ狙わないうんって感じだったので、うん、俺目線わかんないから3番も、まあね、釣り寄ってるかもしれないし、夜を迎えてないうちに1番さんがグレーで5番行こうっていうことに納得できない2番さんっていうふうにちょっと感じたっけど、俺目線とりあえず1番さん、進路進路あるっていうのであれば、まあ、6をロラすればいいんだから、6の占い1番さんに手をかければいいんじゃないかっていうふうに思うんですけれどもっていうところかな、とかって思ったり、まあ、6進で置いてみればの話ですけども、だから6陣内かもしれないけど、とりあえず、ね、まあ、そうですね、まあ、スラスしたのは本当に申し訳ない、ちっこい人が噛まれた時のダメージがマジででかいから、まあ、強靭でもないんで、俺は1の心の奥底の一番死んではないかと思っている俺もいるがな、でもね、1だったら噛まれても、ね、占いと霊能行って2陣外出てグレーで1陣外っていう形なので、誰もが村だと思ってる人が噛まれた場合ってお話にならないから、うん、まあ、ちょっと村のない殺したの申し訳なかったっていう感じですね。6よりは1の方が絶対黒っぽいと思いますけど、1だと思われて噛まれるのは結構、うん、夜が更けました。俺視点はもういいわ、人狼に気をつけて、騎士の方は私はただの石、私はただの石、私はただの石。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、6番のプレイヤーが発言します。小城なんだけど。五神って何？五神って何だろう、マジで。謎なんだが。5番占った理由は、まず、例えば1番狼、5番白だった視点って、4、7から釣られるのは 100% だから、1が5に投票誘導したってところで別に5番って釣られないから、1が5番、1人狼、5白だった時って、1ってただ損するなって思ったんだよね。だから、5番を1番が釣り寄す構図が普通にローローあり得ると思ったことと、まあ、3の盤面的白要素を加味し、しか、プラス、1、2ローローってちょっと見えなくて、2番が8にヘイト飛ばした段階で、1番がヘイトを飛ばした場所って5と3なんだよね。8に関してほぼ視点を向けなかったから、1番と2番がちょっと見にくかったんだよな。だからまあ消去法で2と3、8いて5って感じだったんだけど、まさか5が噛まれたって感じかな。まあ3の懸念材料として、進路進路を追うなら1、7じゃないのって思ったけどね。4番が占い仕様、1番占い仕様、4番スライドってなんか微妙だなと思うし、例えば強陣1、8番とか、なんかそういう視点になるかなと思ったんだけど、どうなんだろう。まあ3番の発言聞き次第だけど、五神ってなんだろう。五神、神ってなんだろうな。五神って意味わかんなくね。8キロって五神でしょ。
意味わかんないんだけど、マジで。とりあえず9一番釣ってください。村の議論が7番になるかわかんないけど。まあ、俺は4番シーンもあるかなと現状思ってます。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、6番さん、4番のシーンがあるっていうのを追うだけがめちゃくちゃマイナス要素ですよ。だからもうさっき、もう一回言わないといけないかな。だから4番があの段階で9番と5番に白を置いたときで、3番が、ふわふわしてるで、6番シーンって置いたときで8白でしょ。だから2、3に対して向けたのが4番めちゃくちゃ偽なんだって。さすがに気づくって、それは。9番に関しては、もう正味わかんないですけど、何が言いたいんですかね、9番さん。9番さん、じゃあどういうスケール描いてます今。どういうスケール描いてます。ちなみに僕、シーンですよ。まともなこと言ってるシーンですよ。まともなこと言ってる人外ではなく。はい。俺8番は昨日の時点でめちゃくちゃ白いなと思って、隠し色レベルでいいかなと思っちゃってたんですよ。8番って、基本的に7番を死んでいいんじゃないかっていう風に置いてる。8がね、あそこで、もし、7を死んで置いてしまった場合って、あんだけ4番が偽って言われてくるでしょ？で、基本的に6番が死んっていう風な主張してる時って、7番が明日の段階で自分死ん決め打ち、そして1番を釣るって段階で、例えば1番白出た場合って、あ、これって消去法で6、8になりましたって言って、自分に戦いを挑まないといけない構図なんですね、8って。だから8番って7番と戦う構図全く描いてないから8番は 100% 白だと思いましたね。あと9番に関しては5番に入れた理由も教えてほしいかな。俺は7番が、1番のおかしい要素って、7番って6番に対して高評価を与えてるんですよ。1視点時点で7ってそんなに新っぽく見えました？ 7-4 だったら7の方が新っぽいって言ったけど、1視点だと7って6の評価上げしてる人物だから、1視点濁りません、7って。だからそこの評価軸がおかしいなって思いましたね。はい。今日1行きましょう。8番のプレイヤーが発言します。まあ、自主点1が偽っていうのはもう確定したんだけれども、6番さんの5占いはもったいないなと思ったな。まあ、でも分からんでもないかな。2の発言が1とあそこまで、連携取れてないっていうのは俺も見てて思ったから、まあ、1ロジックでオンだったら2って結構白くなるのかなって2周目の発言では思った。ただ5占いか。っていうかもう騎士出さないの。噛まれてんだけど、グレイチで。そういう進行も6番さんは取ってほしいわけよ。もう新占い師確定してるわけだから、俺はもう6番さんに物足りなさしか感じてないかな、今、現状。まあ、出ないんだったら出ないでいいけどさ、ただラスルイチってどこなのって、もう明日の占いで詰めた方がいいんじゃないと思うから俺は言ってるんだけどね。6番さんって新占いだったら本当そう思わないの。もう5を噛み抜かれてて、ここで騎士乗っ取りとかも追わないの。だから今騎士位置って結構重要なんじゃない、新占い目線って。まあいろいろと6番さんに不満ばっかり言ってるけどさ、真なんだけどね。まあ今日1、8選んでいいです。ただ、4で本当に強靭落ちてない場合は、PP で負けです。それだけ言っときますね。俺を落とした段階でもう PP 負け確定なんで、それだけは言っときます。1視点、47に陣外がいて、6があれでしょ、俺がラスールなんでしょ。よく黒打ってきたなと思ったけどな。まあ、1落としてください。以上です。9番のプレイヤーが発言します。村視点ね、7番か8番しかありえないんですよ。はい。6番が、5番占ってか、噛んだとも取れるしね。8番が6番ぶったらいてるから、8、6、ロロとも取れるし、8、7とも取れるんですよ。もう8か7しかありえないんですよ。7番死んだと思うんだったら8番釣られればいいでしょ。あ、その後7番釣るけど、もちろん。その後6番釣るけど。もう俺1死にしか見えないっす。だって8番ね、人外が得意のね、騎士すかし発言するんですよ。村のためにならないでしょ。何の意味があるんですか？それ。それね、陣内がもうよく言うセリフで、私が8番の立場なら黙ってますよ。それもう陣内が言う言葉のもうトップ1ですから。もうだからもう門頭名で8釣ります。もう6の芯切ります。恥が悪い。このね、ワードはね、チームプレイじゃないですからね。私はチームプレイヤーですよ。チームとして、騎士を守ってあげるっていうのが、私たちの役目ですよ。それで意味もなく透かしますって意味わかんないですよ。6段死んだったら別に破綻なく打てんでしょ。5番騎士かもしれないし。それはわかんないよ。そういう風にね、破綻なくね、黒が打てるんだ。あなたが死んだったら6死んだったら問題ないでしょ。全然。
うん。騎士が潜伏してるか、騎士が噛まれてるか、どっちにしろ。もう8が黒すぎるんで、もう1進進行でいきます。8は確定で釣ります、絶対に。この後7番釣ります。8黒出さなかったら7番釣ります。人外とみなして、俺は4進追ってますから。8黒出さなかったから7番釣ります。以上です。今日は8釣り。1番のプレイヤーが発言します。はい、8番さん黒でした。まず占い理由から、1巡目なんですけど、4、6って占い出た時に、6番さんが狼だなって、思って本線で置いてたんですけど、6番さん狼だったのに、4が、まがいなりにも占い仕様出て、自分より前番手で白占いが出てる状況で、後半番手に白打つっていうの、狼だってやりづらいだろうな、6、8以外っていうのが頭にあったので、8番さん占い保管したら黒でした。9番さんがまあ、9番さんまあ村でしょう。完全白でいいと思います。理由として、22進行の副例が出てる時点で、7を残しとくっていう選択肢、7を残し、釣り切らないで残して、1釣るっていう、8、1ランっていう進行提示、強く言った8番さんに、村見れる人は入れるんでしょうか。9番さんの言ってる指摘がごもっともでございます。正直黒盤面、グレ釣るんだったら黒出てる8番さん釣り一択っすよ。盤面動かす以上は。それが進行の両視点追いなんですけどね。まあ、それが8番さんがどうしても村って、どうしても置きたくないっていうんだったら7番さん地釣り飲むべきでした。4、7で占いローラかけてから8、1の勝負にしたらいいんじゃないって言うべきでした。そこまでして俺を早く釣り殺して、勝負急ぎたいのかなっていう感じです。まあ、ちょっと視界割とクリアになってるんですけどね。6、8、ローローで。まあ、7番さんは6番を上げてるからどうのって言ってましたけど、俺4、7新境で置いてくからぶっちゃけどっちもわかんねえだろうって思って見てるから特に気にならなかったですね。6番さん上げとかは。はい、以上です。俺は8番さん投票しますよ。以上です。2番。のプレイヤーが発言します。いや、発言強いな。じゃあこうしましょうか。7は6のことを真に見てるのであれば6の真を終えるってことで、6も4、どうなんだろう。6もまだ仕事が残ってるから、今日は7を釣ってから6の占い結果をもう一つ落とした方がいいのかなと思うので、今日は7番投票します。まあ、9番の理由もわからなくはないけどね。クロス声を、提唱した時点で、引き締めは透けるから、その発言はマジいらなかったなと思ってます。なんで黒打たれたんだろうっていうのは、多分あなたの行動からそれを打たれたんだなと思ってます。ただ、1に関しては引っかかる点はあるので、1線でその、お釣りって、3番が提唱した、その、騎士ケアっていうのはなってないから、1番は何なんだろうっていうのは3番の思った通り。僕はそこまで発言を落とせなかったから、3番の方が、じゃあ 3番は、まあ、いい考察してるなとは思ってます。まあ今日は7番落として、下6番の、そうだな、詰めようかなと思ってますね。はい。今日は8番。あと8番さんに言いたいんですけど、2週目の発言僕白かったって言ったんですけど、僕はめちゃめちゃ気になるので、僕の黒い予想を伸びてほしかったかなって思って、まあいいわ。はい。今日は7落とします。はい。以上です。3番のプレイヤーが発言します。いやー、僕は7番処刑したくないですね。いや、結構ね、僕は8番が白いと思っていたんだけど、ただね、16の審議がね、今日で結構僕フラットに戻りつつあるんですよ。6番さんで一個思ったのは、まあ、状況的に偽、5番が噛まれてそこに白を打っている点プラス、4番が芯もあるかもしれないって言って、7番をローラーに使おうとしたところね。いや、俺結構ね、4、7の方がね、信用勝負ついてるっていうか差があるんじゃないかと思ってるんだよな。で、6番って、まあ、4番にも芯があるかもしれないって言って、まあ、ああいうなんか7番釣ろうとしているから、結構ね、6番で1番がフラットになったんですよ。俺は昨日も言った通り7番が真に見えてるから、7番が真の場合って4番が強靭なんですよね。で、1が狼の場合って8番に黒ってどうやって勝つんだろうって思って。俺が昨日あれだけ8番は人間だって言って、じゃあ1が狼だったら8番に黒打つよりかは僕に黒打った方が、まあ票は失わないと思うんですよね。8番に黒打った場合ってもちろん8番の票は失うし、僕の投票も失う行動を1番が知ることになるから。1、2回地球狼だった場合ってね。まあ、あと6番が今日4番を釣った後に7番も釣ってんじゃないかみたいな議論にさせようとしたことから、俺結構6、8も見えてきたんですよ。カングレ神からね。今日、片白の8番、2番ではなく、カングレに神が入ったっていうのが、
初日に囲われていた6、8、狼って結構しっくりきちゃうんですよ、場面的には。まあだから普通に8番釣って7番に色見てもらうのが最適解かなって思いますけどね。まあ仮に6が死んで8が村だったら、今日7詰めたら俺間違えそう、正直。はい。だから8勝でいいと思いますよ。結構7番のシーン決めたるかなと思ってるんで。はい。全プレイ。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、8番、8番の遺言を発表してください。うん、まあそうだろうね。サンガーラスールだと思ってたけどな。今の発言から、初処刑してしまえば勝ちでしょ。PP 狙ってんでしょ、7。違うの。いや、でも7は死んだと思うから、ここで俺は PP を怒らんと思ってるから、まあいいけどさ。まあ単純に明日絶対1は釣れるわけでしょ、これで。まあ、初日の精査ミスってて47で、7巨人残しちゃった場合はもうここで負け確だけど。まあわからんわ。結局2、3、9にラスールいるんだけど。まあ、ムーブから考えたらどう考えても9なんだけどね、相方一応。どうなんだろうね。三人狼使用してるけど、7は出てこないけどね。いいんじゃない？明日でわかるんじゃない？これで7が強人と思って噛めなければ、7の色が俺は出るわけでしょ。で白結果落ちたら1釣れるわけでしょ。で、三人狼使用してんだったら逆に村勝てんじゃない？わかんないけど、どういうふうに明日またスライドとかってなんだろうけどさ。まあ何しもやっぱ新占いさんちょっと頑張ってほしかったな。以上。夜が更けました。人狼に気をつけて騎士の方は夜のアクションを行ってください。2番守りしかねえじゃん。何これ ?3、7 だってことかな。どんなことで、1、6に新居出てるのかな ?3、1で、7が人外だと思ってんのかな、この。3番の余計なプレイのせいでもう、ま、3番守りをしようと思ったら守れないっていう。2番守り一択じゃん、こんなの。だもう PP なのか。7番の死にかけるしかもう手がない。2番守り一択。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番のプレイヤーが発言します。はい、6番さん来るです。じゃあ7番さん死ですね。ありがとうございました。6番さん釣りです。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。いやー、37狼。だから言ったのに7を釣れって。村が悪いんだよ。ゆえ、4番が死に決まってんだろ、こんなの。おかしいと思ったんですよね。グレー行きたいとかなんか変な発言したんで。はい。まあ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 。だから、一応6のシーンもあるのかなと思って、7から詰めようとしたんですけど、ダメでしたね。だから、8も7のシーンを信じるって。4番が死んだろ、ぶっちぎって。疲れで。7、8番の自業自得だよ、こんなの。8番が悪い。8番の自業自得だよ。はい。PP なんで6勝敬礼。8番が悪い。マジで悪い。本当に、こういう人がもういれば負けるんだよ。はい。まあ、7を釣るべきなのに。勝ったら申し訳ないけど、ちょっと盤面整理が足りなかったなと思って。3番だって言ってんじゃねえか、お金。7番の発言を聞いて、1番もあるの。8黒と、3番ももう村で起きましたっていう。盤面整理と6と8が悪い。こんなんいたら勝てるわけねえじゃん。視点でたどり着いたんだが、役がないことを透かすやつとかさ、騎士が出ればいい。議論的に7は釣らなくてもいい。4番の圧倒的真すら気がつかない。多分無理だ。俺の考えをねじ曲げてても4番はもう村なんで、もう絶対的真なんで。まあね、出力釣れるわけねえだろ、100ゼロで。100ゼロでも怒りの感情でするわけにいかねえだろ。1番には絶対勝てる。99対1ならば俺は考えたけど。まだ大丈夫かなって思いながら、ちょっと盤面整理しながら発言してしまったのと、ちょっと9番をね、騎士だと思ってて、9番に騎士マークつけちゃってて、それでね、ちょっとね、その発言とかもね、なんか、やっちゃったな。なんで7番に行けねえんだよ、8番は。騎士だよな、多分。なんで7番に行かねえんだよ、こんなに
のプレイヤーが精査ができないやつがまず精査するな。はい。俺の精査の方が高度な精査してる。ありがとうございます。トニーよ、8のせいで負けだよ、8と6が。3番占いって言ってんじゃん、あれほどよ。3番占いしろとか、3番も怪しめって。おっと、役にも立たねえんだよ。で、7番連れって言ってんの。4、7、精査なんか7人外に決まってんだろ、4番死んだろ、もう。俺はレースラ嫌いだけど、4番は 100% 死んだから、もう。7行けって言ってんのに、8番が7は行かない。1番行く、そんなこと言うんだから、もう。追放されるプレイヤー黒いんだもん、8番が。もう。8番はもうゲームやめた方がいい。こんな7番のシーンが多いやつは、もう。8番悪い。ありがとうございました。まあ、これが、レースが来て、最悪っていうことね。そもそも4が、4で3か超えてた場合って、7番が裏